おはよう。いやー、昨日は楽しかったよ。結局3人で食事して帰ったからすっかり遅くなっちゃってさ。おはよう2人とも。あ、初見先生、おはようございます。ねえ、榊くん、昨日の裏庭掃除当番って君だよね。え、あ、うん、一応。何かあったのかな。なんで？掃除された様子はなかったし、ほうきとかの用具も出しっぱなしで散乱してたって苦情が来てたんだけど。え？校長先生、怒ってらっしゃったわよ。嘘。だから何かあったのかなって思って。昨日の放課後、体調が悪くなっちゃって、それで急遽代わってもらったんです、こいつに。だから校長先生にもそのように伝えてください。そうなの？そっか。引き受けた以上、責任持って最後までやらなきゃダメよ。これからは気をつけてね。そうだぞ、お前。それで、榊君はもう大丈夫なの？え？体調悪かったんでしょ？もうすっかり落ち着きました。そう、今が一番大変な時期だけど、二人とも体に気をつけて頑張ってね。はーい。俺の言いたいことはちゃんと分かってるよね。俺、朝っぱらから思わず冷や汗かいちゃったんだけど。いろいろね。例えばどんなことだよ。俺は理由を聞く権利あると思うんだけどな。何？だからその詳しい内容。お、ジュン。おはよう。ああ。
どうしたんだよ。目の下、クマができてるぜ。受験勉強のしすぎじゃないのか？いや、そんなことない。どうしたんだよ、二人とも。そんな見つめ合っちゃってさ。教室行くから。あ、うん。純のやつ機嫌悪いな。お前なんかしたの？何かあったの？そうかな。今の沈黙の3分間はちょっとって感じじゃないと思うぜ。何にもしてなくて純のやつ怒らせちゃったわけ？お前って器用だね。まあいいけどさ。あ、水月さん、おはよう。おはよう。意味深なため息だね。お前、水月さんにもなんかしちゃったわけ？まあいいけど、隠したってすぐ分かっちゃうよ。俺の情報も甘く見てない？ま、お昼までには謎は解決ってやつだね。何があったか楽しみだな、僕。お呼びかかっちゃったみたい。じゃねん。はーい、何かな。今日は榊先輩のために受験勉強の差し入れ持ってきたんです。ありがとう。うわ、かわいいラッピングだね。
気よかったから久しぶりに走っちゃったよ。うん。あ、君も時には体動かさないと。勉強ばっかりしてると精神的に参っちゃうよ。ダメだぞ、そんなことじゃ。少し動くだけでも頭がすっきりして集中力が上がるんだからね。グランド30周くらいかな。食欲旺盛で困っちゃうくらいだもん。え、本当に？あ、ひどい。あのね、受験勉強頑張ってね。何を？何を謝るのかしら？あなたって理由も分からず謝るの？それって謝られる方をバカにしてるとしか思えないわ。
あなたが。あなたが追ってきたから悪いのよ。危ないところだったじゃない。受験前に引かれたりしたらどうするつもりよ。もしものことがあったらどう責任取るつもりよ。なんでもないわ。とりあえず話してくれるかしら。悪かったわね、怒鳴ったりして。そうよね、もともとあなたのせいだものね。え？懲りない男ね、あなたって。ええ、怒ってる方が馬鹿らしくなってくるわ。え？ずうずうしさにかけてはほんと一流よね。別にいいわよ。いいって言ってるでしょ。すごいわね。ええ、でも貴重な時間を割いてあげるのよ。遅刻したら即首落とすわよ。3つ。目覚まし。よろしい。
ありがとう。車から助けてもらったことよ。記憶力ないわね。ないわよね。何？化けて出るわよ。冗談よ。じゃ、明日待って。